連冠の刑を成した。董卓は呂布によって討たれ、世は平穏を取り戻す。義父王胤の願いはここに叶えられたのである。だが彼女の顔は憂いに満ちていた。全てが終わった今、朝鮮は真実を告げなければならない。彼女は意を決して寄進呂布に切り出した。宝仙様、私はここまででございます。なぜだ朝鮮、ここからではないのか。私はお父様のご恩に報いるため仕込まれた毒。宝仙様のおそばにあるべき女ではありません。俺がそれを望んでも。分かった。俺はお前の望みを叶える。だが一つだけ俺に約束しろ。生きろ。毒でも親の手駒でもない、ただ一人のお前として。さらばだ朝鮮。ありがとうございます、宝仙様。私は生き続けましょう。いつまでもあなたのお心と共に。